ロシアのウクライナ侵攻で、国際宇宙ステーションも影響を受けているというお話です。現在国際宇宙ステーションはアメリカ、日本、欧州各国、ロシア、カナダなどで協力しながら運用を行っています。そんな中、ロシアのウクライナ侵攻に対して日本を含む欧米諸国が経済制裁を行いました。その経済制裁に対してロシアの国営企業ロスコスモスは、経済制裁を受ける限り国際宇宙ステーションには協力できないことを明らかにしました。どういうことかというとですね、一例を挙げると、例えば国際宇宙ステーションは高さ 400km を飛行しているんですけども、この辺にも薄いんですけども空気があるんですね。ですから空気抵抗で月に1ヶ月にですよ、2km ほど落ちているんです。つまり地球に近づいているんです。その軌道のズレを修正するためにロシアの宇宙船が国際宇宙ステーションにドッキングしている時にですね、ジェットを吹かして落ちた分を補正しているんです、戻しているんです。そうした作業のノウハウがあるので協力しないよというわけです。関係各国が困っているという話題です。でもこの番組が放送されている頃はですね、分かりませんけども、番組を収録している現時点ではロシアの宇宙飛行士は協力してくださっています。それ以外にはロシアのウクライナ侵攻によってヨーロッパの宇宙機関ESAはですね、今年9月にロシアと共同で打ち上げ予定だった火星探査プロジェクトエクソマーズ2022を中止すると発表しました。これ以外にもロシアの関わっている他の国際プロジェクトにおいてもこのような形になってしまう恐れがあり、宇宙開発を応援する立場の私としては大変に残念であります。宇宙開発以外の国際プロジェクトなどについても同様な動きはあります。ですから今年の1月から3月までのたった3ヶ月間ですよ、ロシアからのロシア人の国外脱出は388万人と言われています。その後もですね、多くの国外脱出者がいますけども、現時点人数は分かっていません。ウクライナではなく攻め込んだ側のロシアからの脱出者の数ですよ。驚きますよね。これらの中には富裕層で資産をですね、守るために出た人、言論統制や弾圧によって自分の考えを言えなくなったジャーナリストや一般市民、特に多いとされているのが研究者やエンジニアなどの頭脳流出です。国民が自分の意見を例えば言ってですね、その内容が国を非難していると受け取られると刑務所に15年間入れられるという法律ができたこと、また技術を持った若い人たちは大切な時期を国と戦うより自由な国に行って頑張った方が良いと思う人たちが多いということです。これはウクライナへの軍事侵略はやめようと本来なら声を上げるべき数百万人がいなくなったということも言えます。ロシアのウクライナ侵攻と宇宙ということについてですね、今日は、今回はお話しさせていただきました。今回はですね、日々流れるですねニュースとはちょっと一味違ってですね、宇宙視点でですね、見た考え方で、お話をさせていただきました。最後に、こんなにも宇宙開発が進み、インターネットなどで世界の国々の皆さんがつながって、人間も大きく成長した21世紀であるにもかかわらず、まだ力で、他の国に、戦争を仕掛ける国や仕掛けようとしている国があることが残念です。いつの日か、それらの国々の、国民の方が自由に意見を言えるように、民主化が、それぞれの国で民主化が進んで、
日本や欧米諸国のですね、技術者科学者の皆さんと一緒にですね、人類全体でですね、宇宙開発や、天文研究を進められるようになることを、願ってやみません。